アレクサンドラ・アレクサンドロブナ・プロクロワは、ロシアのフィギュアスケート選手。ジュニア時代に、鮮烈なデビューを飾ったが2014から2015、シーズン終盤に、故障のためペアへの転向を図ったが完治しないまま2017、シーズンをもって引退を発表した。モスクワ市出身。クスカ・モスクワスポーツスクールで、フィギュア選手として、各世代で、 国内トップの成績を残した。ジュニアデビューシーズンとなった2014年には、ロシア選手権で、ソチオリンピック個人金の外2個は、グランプリファイナル金のリップニツカや、世界ジュニア連覇のラディオノワに次ぐ4位に入り世界の、フィギュア関係者を驚かせた。翌2015年の3月に足を骨折し、ジャンプにおいて、以前のパフォーマンスを取り戻せないため軽い体重を、活かして、 ペアに転向し、アンドレーデ・デプータットとくんたが、たびたび故障が再発し、目立った成績を残せないまま3シーズン後の2018年に引退を発表した。ありがとうございます。